こんにちは、高橋でございます。今日はですね、こちらのファーストヒット、いよいよキャッチボールで使っていこうと思います。まあとりあえずスチームとあと手もみで、オイル手もみである程度キャッチボールぐらいだったらできるだろうと思いましたので、あとキャッチボールでポケットをつけていって、さらに広げ、ちょっとね、もっとガッと広げたいので、そこら辺をですね、型をつけていきたいと思います。やっぱりですね、まだあのポケットがちゃんとできていないので、中でこう動く感じがありますね。ボールがちゃんと本当に取りたいポケットで取ればパチンっていい音が鳴るんですけど、他の部分で取るとどうしても動く、暴れる感じがあります。練習試合ぐらいだったらもういけんじゃねえかな。やっぱ水野でスチームやってもらったのがでかいっすね。まあ当たり前ですけど、内野用と比べると、縦の長さがあるので意外とね、取れますね、遠いところも。どうしてもこう、なんだろう、いつもの癖で手のひらで取っちゃう癖があるので、なるべくちゃんとこのウェブ下でしっかりここにポケットが欲しいので、一番ここのポケットをつけることを意識して、続けていきます。まあ、あとは普通にキャッチボールするのももちろんですけど、一応ファーストの動きっていうのもちょっとね、イメージしながらやっていきます。まだ、完璧に柔らかくはなっていないので、ガチッと握ろうとすると、ここのおへそがボコって出てきちゃいそうな気配があるので、強く握りすぎずで、ちょいちょいこうやって叩いてあげて伸ばして気をつけながら片付けを進めていきます。あの本当にね、学生野球も中学校までしかやってない素人だから、あの叩かないでね、下手くそとかよろしく。意外とやってるわ、20分ぐらいやってるわ、20分ぐらいやりましたが、20分ぐらいやりましたが、もう暑くてしんどい、帰ってガリガリ君食べながら映画でも見ますか帰ります。はい、とりあえずですね、帰ってきまして、っていうかまあ、後日なんですけれどもやっぱりまだね、すごいポケットが甘くて、取っても中でこうなんか暴れる感じがあるんですよね、止まらない感じが。であとはね、まだ中はまあちょっと柔らかいけど外がまだ硬いみたいな、中が出てきちゃうみたいなさ、あるじゃん、あのへそが出るとかここら辺がボコって出るとか、そういう気配がしたんで、ちょっと危ねえなと思って、キャッチボールをね早々に引き上げました。でとりあえずですね、やっぱり関節をしっかりつけて、中と外をちゃんと均一に柔らかくして、受給面に浮きが出てこないようにしていきたいと思います。で今日はこちらですね、畠山のなんだリキッドオイル、これを使ってね、最終的な仕上げをやっていこうと思います。結構ね、いろんな野球 YouTuber とかね、野球少年とか草野球のおじさんたちがレビューしていて、使いやすそうですごいね、効果を期待できそうなので、こいつを選びました。こういうスプレータイプのものってカバンの中とかでね、衝撃でプシューって出ちゃったりしないか不安になるじゃないですか。でもこれね、一応ロック機構があって、はい、ここがね、向こう向いてると、ロックがかかってる。でこれがこっちに向いてるとスプレーが発射されますと。なのでカバンの中とかに、ね、入れといてもまあ安全です。安全って言ってもね、万全じゃないけどね、万が一の対策はできてます。これありがたいですね。じゃあ早速やっていきましょう。まあある程度ね、揉んだりはしてたんですけど、やっぱりね、まだ
硬い。なんでこいつを、ぶっかけていきます。いきますよ。えい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 、サンプッシュ。はい、でこれを、なんかこうあー焦るなこういうの本当に。でもうめちゃくちゃ揉んでいく。はい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 、こういうね、ヒンジもしっかりと揉んでいきましょう。でちょっとこうねボールなんかも入れちゃったりして、ちゃんとねポケットの位置を覚えさせる。こうやってグリグリして、ここだぞと、ここでしっかり受け止めるんだぞと。よいしょ、ふい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 。やっぱりねここが硬えな、ヒンジの部分が。よいしょ、ちょっと叩くか。おり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 、よし。でこうやって叩くとね受給面にシワができますから、これをですねまたぶったたいてシワを取っていきます。しっかりとねぶったたいてポケットを広く作っていきましょう。一応ね内野手だからね、ここの手前のところも作っていきます。基本的にやっぱ開いたミットにしたいじゃないですか。力が加わってない状態で閉じてるグラブじゃなくてミットか、ミットじゃなくて力が加わっていない状態で開いてるミットにしたいわけですよ。なのでこうね常にお前開いてるよって気持ちを込めて打っただきます。ラベルがねここにあるからねハンマーで叩けないですよね、潰れちゃうから。よいしょ、ここ非常に気使いますね。で、このウェブと股下ですね、ここ股下っていうらしいです。ここがねすごい一番硬いらしい、ミットは。ミットじゃなくてグラブもそうじゃねって思うんですけどね。ほいほいほい、あと土手か、土手もねちょっと気持ちやっておきましょう。はい、これねなんか乾いたその翌日とか翌々日とか、そこで急にまた柔らかくなるしいから、そこがちょっと不安ですよね。あとはこう手を入れた状態で、ちゃんとね自分の関節がどこにあるのかっていうのを確かめながら、しっかりとねもう一回サイド付け直します。と同時にここのシワをこれで伸ばす。あっち、はい、とりあえずですね、こんなところかなと、ある程度納得する感じに仕上がりました。最初と比べるとねめちゃくちゃ広くなったのが分かると思います。うん、まあ、これぐらいね最低でも開いててほしいですからね。あとは朝ね仕事行く前とかに、例えばヘルメットの、上とかにこうカパッとはめて、で1日置いとけばねさらにデフォルトで広がるミットになってくれると思います。やっぱね広い方が投げやすいでしょ。はいっていうよりもさ、おいっていう方がねやっぱ投げやすいじゃん。折り目もねちゃんとしっかりもう一回改めてつけて、だいぶいい感じに柔らかくなりました。すげえなこれ。ただね、ちょっとやっただけでもうすでにこんなのあるからね、本当にこれどうだろうな、5プッシュぐらいじゃね体感ね、責任取らないからね、自己責任でやってください、こういうのはあくまで。はい、というわけで今日はですねこのファーストミットの片付け第3弾、これですね、畠山のリキッドオイルを使ってみたよっていう動画でございました。参考になったとかね思っていただけましたら嬉しく思います。ぜひですねいいねと、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あとねインスタとかツイッターもやってるので、そっちもよかったらチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。